パンタジスタについて語りましょう。はい、2020年のフィッシングショーで、はい、展示する予定ですが、はい、コンクルージョン。恥ずかしいからフィッシング。いやいやいや、すいません。すいません。俺のせいで、ちょっと巻き戻しで皆さん見てください。はい。まあこうやって、はい、まあ曲がりが違うっていうコンセプトで作った、はい、これが第2世代になる。第2世代です。はい、第3世代になると、まあこれも、最近っていうか、まあ、コマーシャル結構やったんで、はい、ご存知の方も多いと思うんですけども、はい、タフ、ブランクスっていう、そのカーボンの製法を変えて、従来はガラスシートに巻き付けて作るカーボンの、焼き方を、薄いカーボンシートを何重かに巻いて作るっていうやり方で、それによって巻き目が何箇所かにできるから、トロットの特徴であるその、スパインっていうこの軸ですね、軸が本当に曲がってしまうっていうのが起こりづらい、はい、こういったことがあって、あとなおかつ軽くて丈夫なブランクスが作れるっていう製法で作ってるタフブランクス、はい、このブランクスが正直出た時は僕はもう正直これすげえな、ただ今までの竿と全然曲がり方が違うんで、これ完成までしばらくお待ちくださいっていう状況だったんですね。だから自分が一番買って知ってる 60ULS から作ろうと思ったら、 60ULS っていう今までの 60ULS って初期モデルの、はい、まあ、初号機、はい、初号機の 60ULS は、はい、使える幅がこんだけあったんです、はい、超F ですから、はい、超F から、ややハードモデル、はい、はい、これだけあったんです、はい、で2号機の、はい、2号機の、はい、60ULS2、はい、エクスペリエンス、はい、こいつも幅はあったんですけど、はい、実はマイクロガイドを採用したことによって、はい、この部分が使えない、はい、使えないんです。ああはい、7に至っては同じ67の竿よりももっと狭くなっちゃって、使える範囲が飛距離が落ちなくなっちゃってる、飛距離が落ちちゃってるから、あマイクロガイドの弊害があったんですよ。ただプラスの面もあるからマイクロガイドを採用した、あえて弊害な部分、この部分が使えなくなっちゃうんだけど、この部分において同じこの部分を比べた時はこいつよりもすごい使えるぜっていう竿に仕上がったんで発売したんです。だからこいつをここまで使えるようにしたかった、それで作ったのがテンサーって言われてるこれです。10周年記念モデル、ああはい、ここで10周年が来るんですね、はい、10周年とエクスペリエンス何が違うかっていうと、はいはい、このエクスペリエンスは改造積みだな、このガイド、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、このガイドはね僕変えてるんですよ、はいはい、これエクスペリエンスじゃない、でも多分これエクスペリエンスですけど、はいはいはい、このガイドがね、書いてるんですよ。書いてあるんですよ。いわゆるチョークガイドって言われるコンセプトがこの頃から出てきたんですよ。あ、マイクロガイドが出てきた、はい、マイクロガイドの中期ぐらいからチョークガイドっていうコンセプトが出てきて、はい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 、どういうことかっていうと、まあ、スロットに対してスピニングリールをこうやって作った時に、はい、スピニングリールってある程度の傾斜がついてるじゃないですか。はい、ティップに向かってこれ一直線じゃなくて、はい、プランクスにこうやって一直線に行ってるんですよね。はい、でこの地点をチョークガイドとして、ここからのガイドの径を全部一緒にするっていう、うんうんうん、チョークガイドコンセプトっていうね、はい、そういうコンセプトが、まあ、なぜか全部くっついてきちゃってるんですよね。今出てる人は全部そうですよね、はい。これ飛距離が出るらしいですよ。うん、で、投げやすいところに投げやすいらしいですよ。うん、これぐらい適当に言うってことは、僕はこれ全然認めてないんですけど、あれこれをここで公表して、僕は後で富士工業のコンセプトに逆らって、他のメーカーから怒られたりしないかな。いやではちょっと僕はこのチョークガイドがとっても嫌で、はい、大丈夫ですかこれ、はい、これは僕自身は何回もこの竿を試してるんですよ、 60S エクスペリエンス、はい、この竿を、はい、これを使い、まあ慣れてないからこっちの方がいいと思っちゃうのかなと思って戻してみたり、はい、また戻してみたり、じゃあ新しいブランクスを全部ガイドをこれにしてみたりとかして、でやったんだけど、やっぱりこのチョークガイドが僕の釣りを邪魔してる、うん、これはいかん、うん、何がダメかっていうとラインスラックが使えないんですよ、ああ
整えすぎちゃう。はい、これするんだったらこっから曲げなきゃダメになるんです。あ、こっから曲げようとした時に視点がここにあると、はい、ガイド竿と一緒に動いちゃって、うん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 、ライン遊ばせようと思っても遊ばないんですよ。ラインがフリーな僕の釣りにはかなりフリーで、これダメだこれと思って、うん、もう一回頭から捨てよう、自分のガイドコンセプトもう一回一からやり直そうと思って、またガイド系を全部計算をして、うん、ちょっとここにチェック図がないからあれなんですけど、はい、僕実はガイドプロット作るときにトップからここまでの長さをガイドの位置ってミリ単位に指定してるんですね、はい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 、18点何ミリ、この間何ミリって言って、はい、それ一回全部自分で図面書いてみてやってるんですよ。でそれをもう一回一からやり直そう、そこでガイドの形も変わるぞ、径も変わるぞって言って、これちょっと会社にご迷惑かけちゃったんですけど、でまあ10周年を作るときにそれを乗っけてみようって言ったときに、またこれがこのタイミングで新製品が出てきて、トルサイトっていう、これでまたすごい大きく変わったんですよ。ああ全然変わっちゃいます、ね、変わっちゃいます、バランスが変わるんで、はい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 、でトルサイトを乗っけて、でチョークガイドをなくして、はい、前のガイドコンセプトじゃないものにして、はい、でまあ要は初期モデルと同じ使用感を出したいな、うん、ガイドだけでも、はい、って言って作っていこうと思ったら、このまあこれ、うん、この10周年モデル、はい、こいつがおそらくガイドは完成したんです。おでこれはブランクスがタフじゃないんですよね。あでなんとパワーラックスもなくなっちゃってるっていう、はい、まあ、全然違うブランクスなんですよね、うん、でこのブランクスってやってこれをできて、これを10周年で一発で終わっちゃったんで、でそのタフができた時にタフでこれをやってくれって言ってやったら、またタフだとブランクスがすごい強くて使える範囲が、つまり3号機、はい、ULS3、はい、これタフになした時に、はい、この範囲のここしか使えてないんですよ。あれ、ここ使えてないんですよ。超フィネスの方が使えてないんですよ。あれ実はだからここを埋めるように、はいはい、ここだこ使える600XULS2 を出したんです。だから使い分けするようにしたんです。あで厄介なことが一つあって、はいはい、レッグアーマーのダウンショットがここなんですよ、はい、どうなんですかどっちでも使えちゃうんですよ。ああ、そうか。2.7g。2.7g のレッグアームダウンショットが。ああ、どう、小森さんの中では、どっち、どこで使い分けてる、それ聞きます？はい。本当に掴んだ竿でやってます。どっちでもいいんです。あ、掴んだって、そのボートに転がっていて、そうこっち行って。そうそう握った竿プラン試合に行くときとかプラン行くときとかに、はい、あーってこれ何しようかな、これ何しようつけとこうってつけたやつでやってます。あ、機関、まあその機関となるリグはどっちでも OK なんですね、じゃあ。はい。なので、ここに特化した竿作ったんです、はい、実は。はいはいはい。これもう発売できませんよ。え？だってこれしか使えないんです。それどんな仕様になってるの？2号機のブランクスで、はい、3号機のダイスティングしたんです。あそしたら逆にここもここも使えなくなってここしか使えないやつができたんですよ。でもそれはもうものすごい釣れちゃうんですか、その、まあ、2.7g のレッグワーム本気でだけではいいですよ。でもスモールもやってもなんか結局ね重いんで、これよりもはるかに。あだから、はい、使ってても 2.7g のレッグワームのダウンショットを背負ってれば、はい、重さは気にならないけど、はい、32分の1 のスモラバを背負うと、うん、重たくて当たりが分かんないです、そのサウで。いやでも冬の亀山でも、いやちょっとそれ以外投げないから俺もそんなサウコンですけど、ね、だからこれでもこれでもこれでもできるんです。うん、いやこの狭いやつ、狭いやつ欲しいですね。ああ狭いのは単純にモデルチェンジしてこれが余ってたから僕が作っただけなんですよ。ああコモクルーズなんで出してください。いやでもタフブランクスってそれを凌駕するぐらい素晴らしいんですよ。ああ軽さ強さ、軽さが強さ、強度、踏んでも壊れないしね、うん、まあその壊れる時もありますけど、まあまあまあ、壊れない時もあるし、出来の上置いてて、食べちゃったと思っても、あ、よかった、タフだったって思う時あるぐらい。そんななんですか？めっちゃ強いです。そんななんですか？はい。あ、なんか名前的にタフなだけだと思ってたんですけど、こんな強いですか？これは、正直、まあ、
これはもう本当申し訳ないって言ったらあれなんだけど、僕らが本当にイーサオにまだ全部これの性能を使い切れてないかもしれないって思うぐらい、タフ製法のブランクスはいいです。次世代ブランクス使ってみたら分かります。俺一本も持ってないですよ、タフ製。あの辺にいっぱいありますよ。はい、はい、いやいや、九州で小森さんにその違いとか全部あの車の中で聞いて、はい、はい、で、いや握ったらやばいじゃないですか、軽いし、はい、あれでも買っちゃったらちょっとダメだよなと思って、全部それにしたくなっちゃうじゃないですか、はい、軽すぎて今までの重くなっちゃうわけじゃないですか、あの初代 60ULS とか、はい、いかんと思って、もうそんなそんな、もうあれですよ、最近捕まってる人とかいっぱいいるじゃないですかもう危ない薬みたいなもんなんで、なるほど、ダメです、飛んじゃうんでそういうの、はい、まあでもでもタフ製法の何かはなんか一本欲しいなっての考えて、買ったらね、はい、あのティッシュにくるんでタンスの化粧品入れに入れておいてくださいいやちょっと まあいいや、いやすいません、あんまり掘らないでいきますけど、はい、そんなにすごいですね。まあそうなんです、だからこれを2つに分けても欲しかったんです、はい、だからこうやって分けて、こうなっちゃうことによってここを捨ててみたんです、まあ、昨今ちょっとバスがそうしても釣りにくい環境ってあるじゃないですか、はいはい、そういった中でやっぱりそのフィネスにこだわりすぎるよりも広い範囲に咲くとか出るときとかもあって、だから最近はやるんだったら超フィネス XUS を使ってこの部分を切り捨ててベイトでやったりもしてます。うーん、今なんか作ってるやつとかあるんですか。今はね、ほう、今はこれ第三世代が今現行の最新鋭です、ね、そうです、はい、はい、まあタフブランクスの特性も分かってきたんで、はい、第四世代を今手掛けてます。第4世代はもうひょっとしたらもう名前が変わっちゃってるかもしれないですけど、はい、でも今やってる竿はまあこのタフブランクスをメインで、ただこれ全部これでやるかとかも考えてないです、うん、なぜかっていうと一つまあ並べてないですけど、はい、今ベイトフィネスの竿があるじゃないですか。あのベイトフィネスの竿がもうね作れないんですよ。僕の作ったあのグリップ、はい、ベイトフィネスグリップ、はい、これね、はい、本当はねもっと普及させたかったんですよ、はい、っていうのはまあ、僕の発信力が足りなかったのかもしれないんですけど、はい、その当時トリガーレスかトリガーありか、ああ、ベイトフィネスのトリガー論争ってあったじゃないですか、はいはい、ありましたね。その時にトリガーレスは結局受け入れられなかったですよね、まあ、最近見なくなりましたね。トリガーレスの受け入れない理由なんて最初から明確だったわけですよ。だって握ったら分かるじゃないですか、竿投げそうになりません、投げるときなりますですよね、はい、で滑って落とすようになりますよね、はい、ちっちゃい出っ張りみたいなトリガーじゃないコブみたいなのがついてる竿もありますけど、はい、あれですら投げそうになりますよね、まあ、そうです。この辺に意識して持たないと、はい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 、ですよね、はい、それが根本的に多分受け入れられないから、うん、おそらくトリガーレスは消えると僕は思ってたんです、うん、だからその先を行ってみたんですよ、うん、ここでしっかり握れるようにここにここを補足してこう握る、あ、はい、ここで竿を押さえとけばトリガーと一緒の効果があって、はい、ここだけでやっぱりリールを扱える、はいはい、トリガーレスの竿はここを押さえてても結局こう持ってるから、はい、ここで竿は扱えないんですよ。うーん、逆に言ったらここでしっかり押さえるとトリガーよりも前の3本で竿をタッチできて、うん、スピニングタックルのような感覚で竿が触れるんです、はい、こういうコンセプトで作ったんですよ。これ多分最先端を言ったと思うんです、時代の。使ってもらった方はすごいじゃんこれって言って自分の持ってる竿を全部このグリップに変えた方もいましたね。僕の家から折れた竿とか持って行ったりして、これスピニング、実はねこれ当時のスピニンググリップを逆につけてるだけなんで、バラで買ってきて逆につけてる人もいたと思うんですけど、まあこういうことをまあ考えてやったんですよ。これはすっごく使いやすかったんです。でもこのグリップもないんです、一つ、はい、あとはもう一つはタフ製法でこの曲がり、うん、そのベイトフィネスっていうすごく中途半端なものを作ろうとするとこの原理になっちゃいます。うーん、これを作んなきゃいけないわけだから、うん、どっちかによるのは簡単だけど、はい、この真ん中を出すのがすごく狭い範囲しか出せなくなってしまって、うん、ベイトフィネスロッドってこの狭い範囲だけでいいんだけど、はい、それにはベイトであるが上のある程度パワーとかを持たせるとすると、うん、もうすっごい中途半端な差ができちゃうんですよ。だから二度とできないと思ってます。まあ、作ってくる人はいると思いますけど、僕はこのタフ製法で僕の考えているベイトフィネスはできないから、うん、もう3と9が完結
結論は、はい、ベイトフィニスは正直ベイトフィニスっていう釣り自体もすごい出番がまあちょっと、うん、あの少なくなってきたというかセレクティブになってきましたし、あの当時は出たものでスピニングでできるやつを全部ベイトでやってみよう、ベイトの軽いところを全部ベイトフェンスでやってみようって言って幅が広かったじゃないですか、うん、使っているうちにわざわざベイトフェンスやらなくてもとかわざわざそこまで柔らかくしなくてもっていうのがまたあったじゃないですか。だからベイトフェンスでやるものって限られてきましたよね。なると結局デッキの上にベイトフェンスを3は並ぶことっていうのも一本二本になってきたっていうのもあって改めて作る必要もないかなっていう感じなんですよ、はい、僕の中では9と3でほぼ完成してる、はいはいはい、と思ってます。でも二度とこれは世に出せないんです、はい。でも第4世代は着々とどんどんテストされてるんです、ね、はい、そうです。これを除いたモデルでやってますね。はい、んこれですか。それとかあったら第4世代になるんですか。今試して使ってる飾りのこれですね。ああよいしょ。それはちょっとバラせない。これまあバラせない、はい、この辺はちょっと第4世代のまだコスメとか全然決まってないから、はい、いろいろやってるんだけどこの辺は多分ちょっと一部はフィッシングショーの、今年の来年の2020年のフィッシングショーで、はい、展示する予定ですが、はい、どこに展示するかを楽しみにしててください。これ今映ってるけど大丈夫ですか。これ大丈夫です。正直まあ僕が今までやってきたこの今サロンの歴史をずっとはいはいファンタジスタ中心のお話したんですけども、はい、やってきたところそれなりにちゃんと着地点を見つけて作ってきてるんですよ、はい、だけど結論には至ってないっていうのは正直なところです。だからこういうことになってしまってることなんですけど、これが悪いことかっていうといや悪くはないんですよ。なぜなら2世代になってこの部分がしっかりできるようになったからよしですよね。3世代で使い分けすることによってこれのまあこれになったわけじゃないんですよ。軽くてもっと良くなってますから、はい、よりこの濃い部分が使えるようになってっていうのもあるから、はい、使用する幅っていうのはそんなには変わってないけど、その濃いことができるようになったっていう意味で、どん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 進化している。でもやっぱりこんな使い分けがめんどくさい方はやっぱこっちの方がいいわけじゃないですか。はい、で、あるいはこの範囲が狭くなったことによって、やっぱりこの辺やりたい方はこれが欲しいわけじゃないですか。っていうことを考えると、やっぱりそれもやっぱりもうちょっと完成されたもの、はい、でもこれとこれをこうやって使い分けてくれっていう風にしていきたいんですよ、はい、もっと分かりやすく、好みもあると思います、はい、でも好みもあるんだけどその好みを無視して一回食べてみてっていうものを作っていければな。今まではこういう味のものです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 って出してたんです、はい、食べる側に美味しい美味しくないっていうのは委ねてた、はい、でそれによって食い合わせとかも結局できてしまってたけど、これも自分でチョイスしてくれっていう投げ方をしてた、はい、あるいはメーカーから使い分けてくれってことは言ってたけども、はい、こういう味ですよ美味しいでから食べてみてくださいよとは言ってないんです、はい、でも今度出すものは美味しいから食べてみてっていう料理です。もうこうやって使ってこれにはこうやって使えるよ、はい、僕はこうやって使ってるよっていうのをちゃんと、はい、隅々まで解説して使ってもらいたいなっていうものを作っていこうと思います、はい、ここら辺の細かい、はい、今動画でバーッと口頭で説明いただきましたけども、はい、例えば今後展開していくコンクルージョンの、はい、方とかホームページとかでそこら辺がより分かりやすく、はい、まあ公表していきたいなと思いますけど、まだサゴに関してはちょっと開発段階なんで、まあサゴがコンクルージョンという名前で出るかどうかって僕にはここで明言してませんから。ああいやそこまで俺言ってないです。そこまで言ってないです。そこまで言ってないです、はい、コンクルージョンはあくまでもコンクルージョンっていうプロモーションブランド、はいはいはい、でまあそこで結論っていう名前をつけてるものに匹敵するものを作っていきたい、はいはい、だから第4世代はそういうものになるでしょうということですね。はい、じゃあちょっとそうですね、もうスコーピオンから始まって第4世代の片鱗のところまで今日見せていただいて、これもちょっと何分の動画になってるかよくわかんないんですけど、はい、もうなんか適当にザクザク来てください。途中のやばい話は全部来てます。これだから初号機、はい、2号機、3号機来てください。最後は完成形ですよ、はい、でもその間に第4世代、第5世代ってもしかしたらまだ挟むことはないと思いますよ。もう次、ああそっか、小森さんの寿命とかとかいろいろ計算にして、はい、それは多分僕の次の世代の人たちがこういう歴史を作っていけばいいんじゃないですか、うん、そのさっき強い選手、新しい選手出てきてる話をしたけど、はいはい、強い選手だって釣りはすごい強いですよ、うん、でもこういう経験を踏んでないじゃないですか。ですよね。若くて強い選手っていうのはこういう経験を踏んでるわけではない。釣りはうまいです。
でも僕はやっぱり竿を作ってきたっていう経験を踏んでる。もちろん僕の先輩たちもそういうことをやってきてここにいるんだけども、その中で僕はそれに加えて実績も残してきてる。だから僕の中での完成形っていうのはここで作ろうかなと。だけど若い選手たちはまだこの段階かもしれない、この段階かもしれない。でその人たちの完成形ができた時は僕の完成形よりもっといいかもしれない。でもそれはまた、まあ僕のいなくなった後のお話だから、正直そこは僕が考えることじゃないかな。だから僕は完成形を作っていきたい。この間に4号機5号機は挟むことはないかなと思ってます。次が完成形です。完成形のつもりです。うわー、これ楽しみですね。じゃあ次の会話は、俺第3世代あたりちょっとサボって買ってないんで、次完成第3世代をコンプリートしなきゃ買えないようにいやだってもうあの時10周年とかいっぱい出してきたじゃないですか。まあそれはね、大人の事情なんで、もうお財布がもうちょっともうあなたいい加減にしてって、いない奥さんが言ってきたんですよね。いや、まあ、ファンタジスタっていうモデルに関しては、やっぱり5人の、プロでやっぱりやってるっていうのがあって、その中でやっぱりこう機種、があるわけじゃないですか、で、まあ、それで1年間に1人2本ずつ出したって10本出ちゃうんですよね、メーカーから。そういった事情もあってね、やっぱりいろいろ重なるものがあったりもしたんですけども、まあその辺もひっくるめてそういうことをやってるからこそなおさらいいアイデアっていうのを人から吸収することもできたし、やっぱり途中でね、ファンタジスタ最初3人で始めて途中で青木くんが加わって、より層が厚くなって、素晴らしい考え方、変わった考え方、まあ本当両方を見せてもらえて、自分の釣りに、自分の竿作りに、またいろんなスパイスがね、加わって、で、まあ、青い竿にしなくてよかったなっていうのは、キング入った時に本当に思ったんですけど、僕が青やってたら、本当に弾き出される形になったかもしれない。小森さん、もしくは強制色変更とかも恐ろしい話です、ね。名前が青木くんですからね、青で行かざるを得ない。青木くんで黄色い竿じゃおかしいですからね。おかしいですね。それもあって、まあ、青にしなくてよかったなって思ったりもして、でも紫もね、気がついたらいろんなメーカーから紫のサポが出てて、いやでも今紫のコーポレートカラーっていうと小森さんが一番にやっぱり、まあ他のワームとか全てトーナメントシャツとか、まあなんかいろいろひっくるめて紫は小森さんで、この間ボープロに紫は俺だからって言われました。そうですか。まあまあ仲のいい方で、とても僕は好きな先輩なんで、まあ、冗談も半分本気も半分だったかもしれないけど、まあ、同じパープルで競い合っていければいいかなと思ってるし、そういうニュアンスもあるとは思うんですよね。だけどやっぱり紫も多くなってきてるし、それを主張する方も多いし、まあ、色がどうのこうのっていうよりやっぱり中身で見てほしいなと思ってますね。じゃあもうちょっとどこで発表されるかわからないですけど、今後の第4世代、小森さんの作る竿に期待ということで、期待しててください。正直僕も人生をかけてここまでやってきた、それを全部自分にかけてたのを今度外に向けていこうと思ってるんで、それがコンクルージョンなんで。コンクルージョンって言っちゃってるじゃないですか。コンクルージョンっていうプロモーションなんで、コンクルージョンってプロジェクトなんで。俺もうコンクルージョンストゥディオスバージョン4小森、死ぬ前の一本みたいな、そんな長い名前にはしないかもう分かりやすい感じでこうガツッとガツッとしたの KSK でガツッとしたの欲しいんで、まあ、サオは多分コンクルージョンの名前で出すと思うんですけど、まあ、そういう方向で進めていこうと思ってるんですけど、まあ、その辺はちょっと、まだことを小説しなきゃいけないところがあって、ただまあコンクルージョンっていうのはブランドだけどブランドじゃないですからね、さっきも言った通り、だから僕の作ってきた 60US、それから3とか9っていった完成形だっていった、あのベイトフィネス、あれもコンクルージョンで、いいんですよ、と思ってます。コンクルージョンスディオス9とか3とか、まあそう、まあまあまあ5年後振り返ってみたらそういうところにこういうふうに話した時に、これはここに入るんですよっていう、バスロットの仕分け表みたいなのをちゃんと作れるようにしたいと、その時はぜひまた取材に来てください。よろしくお願いします、はい。じゃあ、本日の釣り子 TV はですね、最強のトーナメンター小森継彦プロに、一番最初の竿から、死ぬ間際の竿まで、くまなく死ぬ間際というか、もう次第4世代もう死ぬ覚悟の最後の一本が出てくるんじゃないかっていうことなんで、すごいいいお話聞けました。いや今日本当ありがとうございます。ごちそうさまでした。またよろしくお願いします。お願いします。